近頃ストリートもサーキットも走り屋ギャルがわんさかわんさかとか、オプツーではドリフトギャルを求めて日光サーキットギャル 100% 壮行会を直撃しました。いたよいたよいましたよ、男真っ青の走り屋とマシン作り。早速イカ店 OB がドリフト娘のマシンとテクニックを殴り込みチェック。ところは栃木県日光サーキット、28歳長野の親父と27歳群馬の親父ががお送りするドリフトギャルのマシーンチェック。近藤優子 R32GTR です。はい、それでは優子ちゃんの GTR 行ってみましょう。ちょっと心配ですが、レッツゴーキャー。路面はウェットだ。まずはタイヤをしっかり温めないと。はい。スピードはいいからきっかけをもうちょっと早めに作った方がいいですね。はい、はい、でもなかなか最初より良くなってきました。さあどんどん行ってみましょう。はい、切って、もう一回引く。それでは、5年ぶりの GTR です。インプレしたいと思います。それでは、イカ天ちゃんぽの走りをじっくり見せていただきましょう。雨の日は四駆の方がいいかな。こんな感じでした。坂口玲子です。車は SR の PS13 シルビアです。レイコちゃん、まんじがお得意。本当に、もう車がまっすぐ走らない。ねえ、なんか涙目になってるよ。いやもうピカチュウも涙が出ちゃうほど。では、元一三乗りで行ってみましょうかね。ねえピカチュウ。とは言いながらきっちり乗りこなす星野。それでは彼女にも感想を聞いていただきたい。さあお父さん星野さんの運転はどうでした？すごかったですね。私もああやって全部一発とかコーナーを全部つなげられるようになりたい。そうでしょう。やっぱりそれには練習あるのみ。はい。すごいですね。眩しいですか？あれ？ちょっとあれ？あそこにいるの？あそこにもおやじがいます。うわおやじ。怖い顔してでしょ、怖い顔。いやいや、全然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 Whoa!
うわーって言ってるよ、車が。おお、うまい、うまい。やあ！おお、おお、おお、車も行ってるよ。あ？タービン変わってるよ。でかいタービン入ってる。でかいタービンついてそう。親父飲み乗ってる。あの顔。ちょっと涙目。ちょっとベロッと出てるね。ベロッと出てる。出てます。拭いて拭いて。ゴー。蹴ってるよ、蹴ってるよ、蹴ってますよね。きっちりクリップを外さない。イカ天親父はどんなマシンでも乗りこなす。評判のリッチャンシルビア。恵比寿で鍛えた腕は伊達じゃない。いやーもう参った。この足がパート2に続く。